ユニオン駅は、アメリカ合衆国ミネソタ州セントポールの、ケロックブールバードイースト240スイート72、ある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラックの他メトロトランジットの、ライトレールグリーンラインが乗り入れている。駅舎1882年、駅舎1890年、最初の駅舎は1881年に完成し、複数の私鉄が使用する共同駅であったため、 ユニオン駅と命名された。1888年には800万人の利用者があり、営業的に大成功を収め、早くも駅舎の改築を行った。これで中央の塔が高くなり、見栄えが良くなった。しかし、この駅舎は1915年に火災により全焼した。1923年、2代目の現役舎が完成した。設計は、 シカゴの建築家、チャールズ・サムナー・フロストによるもので、新古典主義の拡張高い建物である。彼は、シカゴのラサール・ストリート駅とノース・ウエスタに駅も手掛けている。1920年代は、アメリカの鉄道の前世紀で、ユニオン駅は9面18線の乗り場を備え、9つの私鉄が乗り入れ、毎日282本の列車が発着していた。 しかし、自動車と航空機の登場により、鉄道需要は減少期に突入していた。鉄道各社は顧客をつなぎ止めるため、列車の高速化に力を入れるようになり、流線型車両が流行となった。シカゴバーリントンドクイン C 鉄道のゼファーは、最高速度 180km で、シカゴとセントポールを約6時間で走破した。第二次世界大戦後も、 鉄道の利用者は減り続け、多くの鉄道会社が利益の出ない旅客輸送から撤退した。1971年に発足した国営のアムトラックは旅客輸送専門の組織であったが、合理化のためセントポールユニオン駅の旅客扱いを停止し、ミネアポリスにあるグレート、ノーザン鉄道の駅に一本化する決断を下した。その後、ユニオン駅は貨物専用となり、 主にアメリカ合衆国郵便公社が使用する駅となった。駅舎は1974年に国家歴史登録材に登録された2002年、ラムゼー郡地域鉄道局はセントポール地区の公共交通を議論するため、実業界及び市民団体の代表者並びに運輸業界の関係者を含むタスクフォースを立ち上げた。グループの仕事の一部は、 シュートと日する交通センターを計画することだった。調査された施設のうち、ユニオン駅はダウンタウンに位置し、既存の鉄道線が使えるため、最適な選択とみなされた。ユニオン駅を交通センターとして活性化させるためには、コンコースの郵便施設を移転する必要があった。幸いなことに、郵便公社は2005年に、郵便物処理と仕分けを別の場所に移転する計画で、 あると発表した。二年後、クラは、コンコース、古戦郷、駅敷地の南部約36,400平方メートルを4,960万ドルで購入した。2009年に、駅本屋を810万ドルで購入した。2010年に、郵便施設が退去し、2011年1月18日に、駅の改修工事の起工式が行われた。この事業には、 多くの工事が必要だった。それらは、入り口前の広場の再建、大ホールとコンコースの歴史的装飾の修復、新しい階段、エレベーター、エスカレーターの設置等である。改修工事は、2013年後半に完成した。2 4 3三百万ドルの事業の資金は、連邦、州、地方の様々な行政機関から得られたものである。2014年5月7日、 アムトラックはミッドウェイ駅からセントポールユニオン駅へ停車駅を変更した。アムトラックの社長兼 CEO ジョセフ・ボードマンタ来賓は歴史的な駅舎の修復された待合室でテープカットを行った。2014年6月にセントポールのダウンタウンとミネアポリスのダウンタウンを結ぶ約18キロのグリーンラインが開業した。この路線はミネソタ大学ミッドウェイ地区 キャピトルコンプレックスを経由する。停車中のエンパイアビルダー号2015年9月、グリーンラインの停留場2017年3月、アムトラックの停車する列車は、下記の通り。メトロトランジットメトロは、下記の通り。当駅から乗車できるバスは、以下の通り。ありがとうございます。